久保さん、気になる男第158話ですね。第158話よろしくお願いします。前回誰でも金持ちになれると、誰でも金持ちになれるというね、サムネのこのね一言からちょっとまたお話進めていこうかなと思うんですけれども、まあ、誰でも金持ちになれる時代になりましたよね、これ。まあ、YouTube2.0 時代ってね、言い方もされてるんですけども、久保さんの方が。本当に YouTube を使ってお金が稼げないって、YouTube を使ってお金を稼げないことに否定はできないんじゃないかと。あれ、おかしいです。YouTube でお金を、YouTube でなんてお金稼げねえよなんて、それを否定することはできないんじゃないかなとは思っていて、絶対無理ですっていうのはちょっと言いにくいかなと思って、今の時代、この今の世の中の流れとして、まあこの名もないスーパーの店員だった男と、名もないスーパーの店員だった男、ただ寮でビートボックスを YouTube にアップしていた男ですよね。男、まあ、これが、まあ、今や誰もが認める金持ちになっておりますと、ヒカキンさんですよね。ただ寮でビートボックスを YouTube にアップしていた男、名もないスーパーの店員だった男、完全にこれあれですね、ドリームなんていう、アメリカンドリームですよね。でもアメリカじゃないからジャパニーズドリームですかね。ね、すごいですよねこれ。だって一般人が CM に出れる時代ですからね、テレビの、ね、こんなこと起きるんですね、日本の世の中で。だから平凡な一般人、平凡な一般人、何か特筆した芸能を持っているわけではなく、その人が金持ちになるためにはこれ YouTube やり込むしかないんじゃないかなと。お金を稼ぎたいっていうんであれば、もちろんいろんなお金の稼ぎ方ありますけど、転売だったり株だったり FX だったり、まあ、いろんな当然稼ぎ方で、どれがそれがその人に合ってるかっていうのはあるとは思うんですけど、まあ、自分は単純に YouTube がお金持ちになる道へ一番近いと思いましたね。まあ、これは本当にそう思って始めたわけではなくて、やりながら感じたところではあるんですけど、やりながら、あ、 YouTube ってお金稼げるもんなんだと。で、 YouTube でちゃんとお金を稼いでる、まあ、久保さんだったりね、久保さんがもう普通に1億、普通にって言い方ですけど1億円稼いでるとか、他の方だって YouTuber としてね、お金を稼いでる方はたくさんいますから、これ YouTube やり込めばお金を稼げるのはもう分かりきってるところで、でちょっと自分の話になるんですけど、僕が IT エンジニアやっていた時に、まあ、役職が上がったと、要はその固定給から通常の給料からさらにこう上を目指す、上を目指すというか給料が上がった時って、やっぱ役職が上がる時しかなかったんですよね、会社で給料が上がるためには。もちろん毎年ありましたけど、多分毎年は1000円でしたね、確か毎年1000円基本給は上がってましたね。毎年1000円基本給は上がってました。で、まあ、ともかく役職が上がったのは、自分が会社に勤めて、まあ、10年選手になってからだったんですよね。まあ、10年なる前くらいですかね、1個。まあ、もともと仕事があんまり出来が良くなかったっていうところもあって、まあ、出世レースなんて当然乗れるとこがなくて、まあ レースっていうのはそもそもあんまりなかったっていうところもあったんですけど、まあ、一生ね、平社員とは思ってたなんですけれども、まあ、ちょうど結婚したんですよね。自分が29、あれ28、27ただ社会人始めて5年ぐらいですね。5年ぐらいのとこで結婚して、そこで妻が会社を辞めて、でまあ、扶養に入ったって感じになったので、まあ、すぐじゃないですけどね、すぐじゃなくて、あ、いや、そうか、すぐか、あれ、
どうだったのかな、結婚してすぐ辞めたわけじゃなかったのかな、もうちょっと忘れましたが、1、2年してとりあえず辞めたんですね。そしたらやっぱり家に一人養わなければいけないんで、まあ残業してお金いっぱい持って帰んなきゃいけないなっていう感じになって、まあ、残業しなきゃいけないっていうところがあったんで、まあ残業しないとお金が増えなかったんで、単純に。なんでまあ残業するっていう体で、まあ仕事を、残業をせっかくするなら、やっぱり仕事ちゃんとしようと思って、仕事にちゃんとまあ向き合っていたら、まあ人より、まあ仕事当然してるんで、まあいろんな情報が当然集まってきますし、仕事やっぱいっぱいやってれば、量をこなせば、コツも掴んでくるわけで、そしたらなんとなく、まあ、仕事もできるようになって、まあ、役職上げてもいいんじゃないって話になって、まあ、上がったっていう感じですね。まあ途中から、あ、役職これ上がった方が給料上がるかなと思って、それこうも考えてはいたんですけど、まあうちの父はもう平社員のまま会社人生終わっちゃったんで、本当に。だからまあどこかで頑張るっていうのは良かったのかなと。うちの父は頑張るってことは特にしなかったので、本当にマイペースでずっとやってたので、まあ、ただ平社員の働き方が父にはすごく合ってたみたいなんで、まあ、それはそれでそれも幸せだったかなとは思うんですけども、でまあ役職実際1個上がったら金額的には1万円でしたね。1万円で月1万かな、月1万役職手当がこの給与明細にポコンってついてましたね。でもちろんその役職上がったことでいろいろ仕事の見える範囲っていうところですね、一個上がることによって、あ、全然見える景色が違うなっていうところがあって、あ、これはすごく勉強になるなっていうところは、まあ、あったんですけど、じゃあ家計的に見るとっていうと、まあ1万円しかないわけですから、こんなの、まあ、どうしようもないよ、1万円上がったって何も変わんないよっていうのがね、まあ1万円でも OK ですけど、まあ言い分が、まあ、うちのものからもありまして、でどんどん年齢を高まっていく上に、これまずいなと、さらにもう一個上がらないとまずいなと思うんですけど、なかなかやっぱ上が団子状態なところで、もしね本当に上を目指していくならもうちょっとこうずっとね前々からすごい頑張ってないとなかなか難しいというところがあって、もう可能性はあったっちゃあったんでしょうけど、そこまで目指す熱意がちょっと、熱意と、あと役職のやっぱ値段を聞くところだと、もう一個上がっても確か3万円とかだったんで、3万円、あ、5万円だったかな、3万円かちょっと忘れましたけど、で、さらにその上はもうさすがに上がれないんで、人生、会社員人生としては、あと20年ぐらい残ってたところで、これきついなとは思ってたところで、やっぱりまあそう考えると会社員よりもこの現代の IT テクノロジー、まあ、これを無料で使っていいっていうね、 YouTube を使いこなすことでお金を単純に稼ぐっていうだけ、お金を単純に稼ぐっていうだけなら、まあ、これでお金稼げることはもう間違いないというところですよね。これも本当に会社にずっといたら気づかなかったんですけどね、まあ、YouTube をやり始めていろいろ、あ、これ会社員よりいいんじゃないっていう単純にすごいなっては感じたんですけどね。まあこれがねその安定を好むとか、どう考えるかっていうのもあるんですけど、ただうちの塾生さんは会社員やりながらみんなやってますからねそこがやっぱり頭いいなと思いますよね、うまくできる方は。で会社員やりながら給料、自分の晩ご飯代とか小遣い代ぐらい稼ぐというのは全然可能かなと思いまして、あとは時間をどれだけ投入するかによってその増える額っていうのは変わるので、まあ、YouTube をやることでお金を稼ぎたいっていうんであれば可能かと思いますし、まあ、間違いないかなと思うんですけど、それで前回ですね、これは10月初めて久保さんと対談、ズーム対談かな、ズーム対談をして、あ、違う、ごめんなさい、2回目の話だ、10月末かな、なんかもうだいぶ分かんなくなったんですけど、2回目の対談ですね、2回目の対談を
する前、あれ何話してるんですか一回。まあ、ともかくですね、まあ、前回その体験プログラムっていうのを募集して、あ、これ初めてのズームですね、初めての久保さんとのズームで、まあ、1ヶ月体験プログラムに参加してくれた方が、まあ、数名、いたんですけど、まあ、この数名の方が今回体験プログラムからね、さらに学んでいきたいと、もうちょっと一緒にやっていきたいっていう方が、まあ、数名ね、現れて、そして正式に塾への入学願書が昨日かな、昨日届きましたね。ちょうど11月30日なんで、1ヶ月体験プログラムだったんで、最終日だったんで、昨日が。で、この正式に受験の入学願書届きましたんで、まあ、これによってですね、まあ、200話までに売上30万目標達成しましょうっていうところなんですけど、無事、達成することができました。ありがとうございます、本当に。良かったですね、本当に。まあ、到底できないかなとは思ってたところだったんですけど、しっかりとね、目標達成できましたのでね、200話行く前、この158話で達成できたので、いや本当に、まあ、ありがたいというか、助かったっていうわけではないですけど、本当に良かったなっていう。無事にこれが達成できたっていうのは、万感の思いというところでございます。本当に良かったなと思っております。でね、またその先日の、今度は2回目ですね、2回目のズーム対談を見て、お問い合わせがあったんですよね。ちょっと興味あるんだけどっていう感じで。お問い合わせあったんで、またちょっとゆっくりね、誠実に向き合っていこうと考えております。はい。本当にこの YouTube をこの得意になるっていうことで、YouTube で金持ちになるっていうのはあながち間違いではないし、YouTube を得意になることで金持ちの道になる、これ一つの成功モデルだと思うんですよね。なんでこの成功モデルに対して、まあ、特に疑いを持つこともなくやっていく。まあ、これが間違いない道なんじゃないかと、まあ、確信はしてるし、まあ、それを現実にやっていきたいなというところもありますね。はい、ということで、まあ、やってることは日々 YouTube を動画をアップロードするだったりね、こうやって久保さんと気になる男シリーズをやり取りするとかいろいろあると思うんですけどね、まあ、その中でお金を稼ぎたい、お金をね、もっと欲しい、金持ちになりたいとかね言うんで、思いが強ければ強い人ほどお金稼げるような気がしますんでね、まあ、YouTube をやり込む、 YouTube を得意になるってことは本当にお金を稼ぐ間違いない手段なんじゃないかなと考えております。はい、ということで気になる男第158話、ありがとうございました。また次もよろしくお願いします。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。いつもキレが悪いっていう。